のまチューブ。はい、どうも。さあ、今回のエイリアンインベージョンは、イベントがね、あと3分で終わりでございますっていうところまで来ました。聞きましたというか、っていうところで録画しております。それで、一応これがね、思ったより行ったね、半分以上行ったな。今ここまで。ベーキング効率。そう。結構行ったよ。結構頑張ったけど、全然順位が、なんか朝起きて、見るたんびに落ちてるっていう感じね。アップグレードはここ。ここまで完走したんだ。下3つと真ん中のゴールドの進化。これは完走できたっていう感じですね。ほんで、あとはちょこちょこやってたっていうことだけど、まあトップはとんでもない数字だからね。無茶ぶりイベントだから。そう。それで、アップデートあったのよ。ほんで、アップデートあって、またね、これ、インフォメーションを見てみると、仕込みがありましたよ。前回、ウサギあったでしょ。ほんで、また、ウサギの次に、ヨディ補足っていうのがね、増えた。左、真ん中ね。うん、ヨディだって。それのアップデートっていうことでございますね。仕込みのアップデート。ということで、エキサイティングなコンテンツではないっていうことでございますよね。エキサイティングコンテンツカミングスーンって書いてあったけど、それじゃなかった。いつだろうね。でもまあね、ポータルの先追加されそうな気がするよね。もうそろそろカミングスーンだからね。でもここの運営のカミングスーンがどのくらいのあれなのかわかんないけどね。半年後とかかもしれないからね、カミングスーンっていうのがね。うん、女バカなって感じだけど。まあ、結局は大型アップデートじゃなくて、仕込みのね、イベント、毎回同じのイベントの仕込みのアップデートでしたっていうことでございますね。あと1分半か。1分半、ちょっと、1分半頑張ってやってみるか。待ってみようか。じゃあそれまで、こういうのをやっときましょう。ポータル、あれ上ってこんな緑色の枠あったっけ、薄い枠。えこんなだった、なんか変わったね。へえ。で、あと変わってるところはない。ポータルの先、まさかだよね。まさかそれまで仕込んでるってことはないよね。チロ探検する、ない。これ吸い終わった後、このボタンが、何、色がつくとか、そんなことは、はい、はい、ない、探検できない、はい。エキサイティングコンテンツがまた出てくさ。あと30秒約30秒。じゃ、ちょっと待ってみよう。30秒、30秒したらこのボタンの色が変わるとか。そんなことある？ちょっと待っててみようか、ここで。22。21。探検するっていうボタンがピコーンって色がつくとか。そんなことあったらすごくない？でもアップデートの容量的にあっという間に終わったから、そんな大型アップデートじゃないんだよね。やっぱなんだっけ、ヨディだっけっていうイベントがつい、裏で搭載。あ、でも何このおじさん。探検する、あ、これあれ、タイムマシンに乗ってどのこのってやる。未来へとか過去へとか言ってたら、やっぱり毎度おなじみのイベントってことだったね。すぐ、おじさんが出てきた。え、博士が出てきたよ、なんか。冒険者、結局一緒かよ、それはね。それは、まあ。でも、ウサギじゃないってこと？ウサギ？二日間のイベントだね。あ、二日間じゃねえや。これは、あれか、二日後に始まるよってことか。じゃ、これもらっといて。はい。はい。っていうことでございましたね。今回の動画は、アップデートがあって、ヨディ補足っていうのが、裏で仕込まれましたよっていうことと、あと、おじさんが姿を現しましたっていう、博士が姿を現したっていうことでございますね。それで、エキサイティングコンテンツっていうのがね、カミングスーンっていうのが、まだ今回じゃなかったよっていうことでございます。そういう動画でございますね。はい。っていうことでございます。
博士意外と絵いいな、これ何が飛んでんだろう、タイムマシンが飛んでんのか、そういうことか。ふわふわ飛んでんのは今度タイムマシン、この博士が飛ぶっていうわけないもんね。この博士が飛んでたらすごいけどね。まあいいや、タイムマシンだろうな。それでは今回の動画以上でございます。ご視聴ありがとね。ノマチューブ。